はいどうも、金木亮です。今回の動画ですけれども、本日、12月8日ですね。何があるかと申しますと、私、金木亮誕生日というのはまあどうでもよくてですね、まあ、本日12月8日、デュエルマスターズの2020年冬ですね、2020年最後の、デュエルマスターズの新殿堂発表の日ということになっております。イエーイ。というわけでね、ついに今です。今の時間がですね、まあ6時5分ぐらいかな、大体6時5分前後っていうぐらいなんですけども、今ですね、もう今生放送リアタイで今、ね、この画面、この動画の画面の向こうがこっちの方のパソコンで生放送ね、今リアタイ視聴してまして、今あれですね、あのデッドマンさんと今部軍曹が今からその診断のですね、あのパック開封やるというような状況ですね。まあ、あの前回の電脳発表の時の動画とよろしくですね、あの僕自身はこのイヤホンで音声を直接聞いてますので、動画の方にはね、なんかまた編集で BGM とか流しているような感じになると思います。で、まあ、まずはね、今からそのパック開封の方なんで電脳発表まで時間があるんですけれどもね、まあ、ちょっと改めてここで電脳アナウンスをしておこうかなと。一応画面の方には編集でですね、あの今回自分が開けた電脳予想の方を貼っておこうと思いますので、まあ、実際に電脳発表があるまでにまずちょっと振り返りっていうかしておこうかなっていう。ね、一応今回そのあくまで俺の予想通りの電脳だった場合、あくまで電脳予想が俺の予想通りだったとしたら、まあ、確実にこのドラグナーがお亡くなりになるので、一応まあお亡くなりになる可能性を考慮してね、あえてここにちょっと持ってきてます。まあそしたらですね、動画の方ではまた後ほど改めて電動発表でその瞬間の時まで一旦カットということで、はい、ということで、パック開封の方ですね、公式生放送のパック開封が終わったので、今からいよいよ電動発表が始まりますということで、ちょっと準備されてますね。楽しみ半分、恐怖半分だよね。電動入り6枚プレデンが1枚、 OK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 。 電動から電動6枚か、俺多分8枚上げてたよな。てか結構8枚ぐらい上げてる人多かった気がするんだけど、始まりますね。さあ見ていきましょう。うん、マジバトライバー電動させる。バトライバー電動か。よいしょ。一応用意してたけども、画面外に。バトライバー電動かける。バトライ電動かけるんだ。思わんかったわ。早速読み外れたね。で、パラノーマルね。はいはいはい。まあ、許されなかったか、パラノーマル。パラノーマル許されなかったね。はい、ドラゴン、なぜ、なぜ、なぜこのタイミングでドラゴンを潰した。あー、パーフェクトネイチャー、はいはいはい。まあここは硬いか、パネーは硬えな。鬼面城、鬼面城、鬼面城か。鬼面城電動か。まあなんか一部予想に挙げてる人もいたけど、カリアドネ行った。 OK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 、 カリアドネは行った。カリアドネ行ったけど、ちょっと待て、ちょっと待って、暫定ヘブンズフォース生きてるぞ。ヘブンズフォースが暫定生きてるけど、カリアドネ OK、 カリアドネネイチャーはよし。まあ半分ぐらいは当たってるんですかね、俺の予想から。でプレデンが発表ですね、今プレデン。あー、そっちプレデンに行ったんだ。ヘブフォー、ヘブンズフォースプレデンに行くんだ。ヘブンズフォース、まさかの電動通り越して一発プレデンか。一発プレデン、ヘブンズフォース一発プレデンでございます。
まさかの電動どころか一発プレデンなんだ。まあ正直電動の6枚になかった時点で親とは思ったけども、プレデンに行くんだヘブフォー。ていうかハムカツマンエース許されたな。12月18日、ああはい、12月18日の第4弾発売日から新電動施行ということらしいです。来たって解除、来た解除、待ってました。電動解除の発表やるらしいです。合計5枚っていう言い方、電動解除合計5枚っていう言い方、お、マジで、あ、待って、これ嬉しいぞ。ガローズホール帰ってきた。あれなんでだこいつ、ボルグがいないからか、ボルグがいないからなのか。釈放早いな、ガローズホール。あ、そっち、おー、フォアグリ、フォアグリ解除大丈夫なんか。フォアグリの電動解除は大丈夫なのか、果たして。まあ、ガローズホールもだいぶだけどな。超次元系が連続で帰ってきたな。おお、マジ？サファイアが戻っ、完全に戻った。サファイア許すんだ、ここで。サファイア許すんだ、ここで。サファイアは1枚のまんまでよかったんじゃないかなと思うんだけどな、個人的には。サファイアここで4枚使えるようにするんだ、へえ。まあ4、5枚目っていう言い方は察するな。はい、来ました、イエーイ。ボルトネクストとパトライバーコンビ解除。ボルトネクストとバトルエヴァコンビ解除来ました。来たね、来たか、ついに、ついにモルネク、モルネク、ついにバトルエヴァ使えるようになったか。うん、ここが解除で、ガロホ、ホワグリ、サファイア、さあ解除は全く、まあ、ここしか当たってないな。いや、まさかガローズホール帰ってくるなんて夢にも思わんかったもんな。解除の方も、新電動と同じく12月18日から適用っていうことらしいです。あー、はいはいはい、オリジナル環境だと超次元カードそもそも使えないからっていうのもあんのか、ガロホとフォアグリの解除は。なるほどね、オリジナル環境もやっていくなら、まあ確かに超次元でもいらねえわな。はー、なるほど、これはちょっといろいろ考えるな。あのね、予想が半分外れたっていうのもあるけども、想定外のところにテコ入れ入ったから、これちょっとだいぶ環境読むの難しいし、ちょっと想定外だなこれは。はあ、なるほどね。ということで以上2020年最後の電動発表でした。はあ、なるほど。まあちょっと感想を語る動画をやるかはさすがに分かんないですけど、まあこの電動を受けてのデッキのね変更とかデッキ構築とか調整っていうのもやっていこうかなとは思いますね。まあぶっちゃけね、ここヘブンズフォースがお亡くなりになったので、このデッキねどうしようかなっていう。ただハムカツマンエース許されたので、ハムカツマンエースとイービルフォースノータッチだったから、正直速度落としていけばね、ヘブンズフォースプレデになる分、速度を落として安定感重視の構成に変えていけばまだいいのかなっていう感じはするから、バトライが1枚しかないのはむしろエース型にとっては関係ないしね、超次元に戻るからっていうのも考えたら、まあドラグナーはまだいけるかなっていう感じはしますねっていうような感じでしたということですね。まあ次回以降デューマの動画やるときは多分新電動関係か、まあ電動関係ないロマンデッキやるかっていうような感じになるとは思いますけれども、というわけで、まあ、今回はですね2020年最後の電動発表と
の動画ということになりました。ご視聴ありがとうございました。